はい、こんにちは。前回の動画の残りの4点を紹介していきます。その前に最近売れたものを紹介していきます。バイオレットバッファローワローズのセットアップ、2900円の仕入れで7499円で販売できました。売れた理由としてはセットアップなので定価が高いことと、ワールドのオリジナルブランドなんですが認知度がそこそこあったということだと思います。デザインについてもクラシックなディテールを持ったセットアップで、そういったところも売れた要因のポイントだと思います。こちらは1900円ぐらいで購入したワイルドシングスのシャツです。こちらはチロリアンテープやプリントのデザインが良かったのですが、シャツということもあって高値で販売することができませんでした。プリマロフトのアウターとかであれば高く売れたと思います。続いては世界の終わりのバンド T シャツです。こちらは500円で仕入れて1300円で販売することができました。バンド名はよく聞いたことあるので人気があるのかなと思ったんですけども、実際売れて良かったです。結果は3230円の利益で、ワイルドシングスのシャツ以外は利益を出すことができました。今後はこんな感じで売れたものもネタにしていきたいと思います。それでは今回仕入れたものを見ていきます。1着目はこちらのテーラードジャケット。ブランドはデンハムのものです。生地はコットンナイロン素材なので光沢感があってカジュアル使いにいいと思います。デンハムといえばデニムブランドで1本所有しておりますが、丁寧な作りだと思います。パターンに定評があるのでディテールがかなり面白いです。例えばこちらの左胸ポケットまで入ったステッチ、通常こちらのステッチは真珠を留めるためにつけられることが多いんですが、おそらくデザイン上入っているものだと思います。裏地は背抜きなので春先に適していて、縫い代の処理は全てパイピングで仕立てられております。クラシックなテーラードジャケットですと無駄なディテールは敬遠されがちですが、カジュアルジャケットなのである程度遊びがあってもいいと思います。で、裏面のベンチレーションはこんな感じになってます。で、コットンナイロンの打ち込みの強い生地なので、こういうベンチレーションがあると熱が適当に逃げるので快適に過ごせるかと思います。ベンチレーションは脇下にあって2箇所入ってるので通気性は抜群です。で、さらに面白いディテールがボタンホールが両玉縁になっております。ボタンホールの両玉縁はレザージャケットのように生地が分厚くてボタンホールのミシンがかからないものに付けられているものが多いです。後ろ身頃にも面白いディテールがあって、ダーツの先に丸いステッチが入っております。後ろ中心にはわざとパッカリングさせたようにシワが入ります。肩ダーツの先の丸いステッチはダーツの先の処理をきれいに見せるためのものだと思います。裏面はこんな感じでコットンの丸い当て布がされております。こちらを見ていただくと、肩ダーツを倒す方向が先っぽに行くにつれて逆に倒されております。逆に倒すことで縫い代を割ったような処理が可能となっております。そんなにいないとは思うんですが、洋服を作ったことがある方はわかると思うんですけども、ダーツの先っぽの処理は意外と難しいので、ダーツの先を当て布をつけてステッチで固定する仕様は意外と見ないので面白いと思いました。こんな感じで綺麗に処理されています。テーラードジャケットは前身頃と脇と後ろ身頃の3つのパーツで構成されていることが多いのですが、こちらのテーラードジャケットは前身頃と後ろ身頃の2つのパーツで構成されています。2つのパーツで構成されているということは絞りを入れる箇所が少なくなるので、ウエストのシェイプが少ないボックス型のシルエットとなります。ボックス型のシルエットなので、まあ、楽に着用できると思います。2着目はこちらです。ステューシーの T シャツでございます。オールドのステューシーはやっぱ好きということもあるんですけども、安いとついつい買ってしまいます。今回もそんな感じで買ってしまったんですけども、スケボーやちょっとストリートっぽい感じのモチーフのプリントが描かれております。かなり時代を感じるデザインのプリントだと思います。ダサくていい感じです。タグはコンタグなのでおそらく90年代のものだと思うんですけども、メイドイン USA の表記がなくて、ちょっと裏面写してないんですけども、アセンブルドインメキシコという文字が書かれているので、コンタグがなくなる時ぐらいのものだと思います。その後黒タグになってメキシコ製に切り替わります。続いてはフレッドペリーのハーフジップシャツです。フレッドペリーといえばラコステと並ぶポロシャツのブランドだと思います。で、こちらのフレッドペリーは前身頃がギンガムのシャツ生地に切り替えられております。最近ハーフジップのアイテムが多いんですけども、こちらのフレッドペリーもそういうアレンジがされております。後ろから見ると完璧にポロシャツに見えます。好き嫌いは分かれるアイテムだとは思いますけども、ラコステのビッグシルエットのアイテムとかも最近よく見るので、ビッグシルエットではないんですけども、こういうスッキリとした印象のアイテムもいいのかなと思います。ちなみにフレッドペリーはヒットユニオンという会社が企画や製造をしております。
ヒットユニオンという会社がライセンスを所有しているものですから、遠い昔にフレッド・ペリー事件というのがあったようです。興味のある方はぜひググってみてください。ラコステに関しては2015年あたりまでファブリカという会社がやっていて、それ以降ラコステジャパンに変わったようです。次のお洋服はこちら。おそらく古着が好きでこちらのブランドに行き着く方はまずいないとは思うんですけども、安くて状態がそこそこ良かったので購入させていただいたような形です。ブランドは24カラットでございます。フレッド・ペリーつながりではないんですが、月桂樹が刺繍されております。生地は肉感のあるしっかりとした生地で、リブに関しても硬さがあっていい感じです。エグザイル系の音楽に関しては全然聞いたことがないのでわからないんですけども、LDH のアパレルに関しては元ユナイテッドアローズのポギーさんという方が2018年にアドバイザー契約を結んでいるということで、これからも露出が増えていくのかなといった感じでございます。で、今回ご紹介したアイテムに関しては概要欄にメルカリのアカウントを晒しておくので、いくらで売ってんだよみたいな感じで見ていただけたらと思います。まああくまでも動画のネタで買っている感じなので、利益がどうこうというよりかは、まあ、普通に楽しんでいただけたらと思います。今回は短めでこんな感じで終わりたいと思います。次回の動画は自分の好きなバンド T シャツや好きな音楽の話をさせていただきたいと考えております。最後にこの動画の評価やチャンネル登録などもぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。